陽性にしようとしてじゃなくて、あれ出てんのもううざいな。さっき見せたでしょ、あんな出ないかな。映ってるよ。検査キット出てます。いや、だってもうひでまま陽性が出ちゃってんだよ。陽性。それもう症状の陽性者でしょ。症状が出てないと。いや、もう隔離とかの問題じゃなくないって言うんだから出てんだからさ。どうすりゃいいのじゃん。私だって具合悪いからやってあげられないよ。どうしてあげたらいいのよ。病院に行くことでしょ。病院に行かなきゃ始まんないでしょ。そんな元気ないわね。具合悪い。元気出さなきゃほら。毎日だるいよ。よく出ないわね、正直ね。やっぱワクチンなのかな。ワクチンだからあれなのかな。私もやってみるかもね。これは正確なのこれ。医療用だからね。病気は力です。ね。笑ってるやん。出てるわ。え？これ T 出てきそうじゃない？ほらうっすら出てきたじゃん。15分経ってから。あ、出てない、出てない。なんかうっすら出てきてるよ。昨日持ちよう。いや、出てる。治ったよ。うっすら出てきてる、ほら。うっすら。あー、ちょっと老眼鏡わかんないね。私もわかんないよ。コントじゃないんだから、ちゃんとして。わかんないよね、これ、どれが線なのか。いやいや、あの、見せてっていうことわかんないのよ。見せてよ。あ、でも出てる、出てる。出てない。出てきた、ほら。なんとなくね、気の持ちようじゃないね。いや、わかんないんだよ、15分経ってないじゃん。わかんない。私、病院に借りてんのがいいんだけど。出てるっちゃ出てるけどね。出てないっちゃ出てないじゃん。気づけたね。具合悪いの、大事にの一言もないよね、みんなね。ね。責められ続けたね。そうだよ。ここだけでコロナになってね、責められんの。他の枠だったらお大事に終わって。大丈夫って。ふじみちゃんとかの枠見てごらんよ。大丈夫って言われてさ。まるで人殺しみたいに責められてさ。未だにここだけ時間が止まってるって感じ。おかしいんじゃないの、頭。どんだけコロナの方がいるのよ。ねえ。いやいや、もう外出ただけで映るもんだから、外出てる人みんなで人殺しなのかよ。何がもらってもね、確率の問題じゃん。ねえ、隣にいる人を持ってるかもしんないな。わかんないよ、だってプラカードをぶら下げてるわけじゃないんだよ、陽性だってさ。いい？あの、まあまあ、はっきり C が出たね。T は出てないね。見せてあげてよ、ほら。まだ15分じゃない？いやいや、私も直して、ひでママも待機してる感じね。あの、たびたびすいません。今日予約して、またキャンセルしちゃった神田ひでみですけど、今まで通り今日からまた14時にチェックインしていいですか？はい、はい。かわいそうと言うけど、だって一緒にいる方がかわいそうじゃないの？言われるんだかな、お互いに。私いなかったら、一回とした一時できるし、ここで配信もできるでしょ。それはそうだけど。まあ、それでいい。多分しばらくできないと思ってるね。はい、大丈夫です。もうキャンセルしませんので。はい。はい。日曜日まで、月曜日の朝、あの、チェックアウト。今日の朝、はい、はい、はい、お願いします。はい、はい、ということで買い物に行ってくるんで、濃厚接触者でも陰性が出てんだったら大丈夫だと思うけどね。症状もなく陰性ってことじゃないの。だって症状も出てなく陰性なんか何もないってことだよね。
味覚は戻ってきたけど分かんない。コーヒーまずい、味がほぼほぼしない。ソファーで話してたの養分くんだよね。ここで一緒に寝てたの。ひでママは多分上じゃない？その時は。あの日は。養分くんと私は一緒に寝てたけどね、ここで。昨日私も疲れた。ひでママは出荷ということで。はーい。よろしく頼む。